東京ドーム4度目の GHC ヘビー級選手権試合はノアと新日本の若きエースの戦い、チャンピオン力王たけしに挑むのは新日本プロレス棚橋ひろし。今東京ドームにその姿が現れる。第47代 IWGP タッグ王者、そして第3代アンダーサーティーチャンピオン棚橋ひろし。ノアマット初参戦したのは2003年11月、いきなりの GHC タッグ選手権試合、そして第7代 GHC タッグ王者君臨。当時 IWGP タッグ王者であった棚橋は GHC と IWGP 2本のタッグベルトを同時に巻く地球で唯一の人物となりました。ワイルド2とも戦って初防衛成功。今日は2004年1月10日三沢小川組に奪還されてから1年半ぶりのノアマット。今日狙っているのはシングルのベルト。自ら提唱して設立されたアンダーサーティーのベルトを腰に巻いての入場。棚橋曰く、新日本プロレスで広めを見ないベルトでも、その王者がノアの至宝に挑むのは痛快じゃないですか。今棚橋ひろし、ノアマットに上がりました。こういう日が来るとプロレスの世界に入った時から思っていたという力王たけし、今東京ドームにその腰に巻くベルトを披露しました。この2人の運命なのか、デビューして5年9ヶ月の棚橋ひろし、そして力王たけしはデビューして5年2ヶ月運命に現在過去未来があるならば、未来志向のこの一戦、この一戦が決まった時、三沢光晴は言いました。今後のプロレス界を左右する大きな一戦になる。力王たけし、チャンピオンがリングの中に入りました。試合前に GHC タイトル管理長城浩二より選手権試合宣言でございます。プロレスリングノアデスティニー2005 7.18 東京ドーム、観衆は6万2000人です。第7試合 GHC ヘビー級選手権試合、挑戦者は棚橋宏、そしてチャンピオンは第7代王者力王たけし。放送の解説は高山芳弘選手です。高山さん、チャンピオンでこの変換でございます。ノアと新日本の若きエースの対決ということになりました。この一戦をどういうふうに見ますか。その前に俺の名前噛んだな、お前な。高山芳弘選手です。初っ端からやばいね。いえいえいえ、そんなことはございません。今日は菅谷徹のデスニーだったのにな、はい、そうですね、やっぱり運命はこういうもんですね。はい、NWF のあの選手権試合の時にも高山選手と力王選手の戦いの中でした。さあ、ファンコーナー挑戦者、新日本プロレス235ポンド棚橋ひろし。感じるのはベルトダッシュのデスティニー棚橋ひろし。東京ドーム大ブーイング。ノアを守る、ベルトを守る、それが王者のデスティニー力王たけし。これが東京ドームで4度目の GSC ヘビー級選手権試合となります。プロレス界の未来を見る一戦、ノア対新日本で争うこの GHC ヘビー級選手権試合も、今日でこの試合が4度目となります。今60分一本勝負、ゴングが打ち鳴らされました。チャンピオンは力王たけし、そしてチャレンジャーは新日本プロレスの棚橋ひろし。なんと手回り回ってリング中央ぶつかって、そしてバックを取ったのは棚橋、バックを取り返したのは力王、もう一度バックを取り返します棚橋宏。その腕をぎゅっと絞っていく力王たけし、第7代の GHC ヘビー級選手権のチャンピオンです。
今年 3.5 日本武道館3度目の挑戦で、あの絶対王者と呼ばれた小橋健太からダッシュしました。27分11秒、無双でこの力尾武史が GHC のそのベルトを取りました。そして 4.24 日本武道館で斉藤昭俊を相手に初防衛に成功しています。25分6秒、あの時も無双で勝ちました、この力尾武史。ただ高山さん、初防衛の時にはこの力尾武史はもう観客から大いなるブーイングを浴びたんですよね。そうらしいね、まあでも内容がね、お客さんの求めているものではなかったからね、張り手一発、張り手をかわした棚橋、そして2発目の張り手を入れていったのは棚橋宏。そしてその 4.24、大阪で新日本プロレスの大会がありまして、春の G1 と呼ばれるニュージャパンカップがあったんですが、4.24 決勝戦勝ち上がって中西に勝って初代の覇者となったのがこの棚橋宏、まあ、棚橋宏はその時のことを人生最良の日だったというふうに語っています。そんなことぐらいで最良って困るよね。いやでも単体のトップに勝ったわけですから、体当たりは力尾、さあ力尾が飛び越えてもう一度行くか、抱えた、おっとしかし棚橋宏が預けていった、カウンター1、お互いにこの力尾はその春の G1 ニュージャパンカップでこの棚橋宏が覇者となったこと、あるいは棚橋宏はこの力尾武史が 3.5 日本武道館で小橋健太から GHC のベルトを取ったこと、それを相当に意識していると、そういうふうに語っていました。まあね、それは他に意識する題材がないだけなんじゃないの。まあ団体を背負う若きエースの2人ですからね。そして、この力尾と棚橋が意識し合うのは、共に99年にこの力尾は全日本プロレスに入門していますし、そしてこの棚橋宏は同じく99年に新日本プロレスに入門してるんですよね。本当同年なんだね。はい、デビューしたのはこの棚橋宏が99年の10月、力尾武史が2000年の5月ですから、この棚橋の方が、まあ、若干7ヶ月ほど早くデビューをしているんですが、まあ、共にその動向は気になっていたという両者、まあ、ですからキャリアで言いますと棚橋宏がキャリア5年9ヶ月力尾武史が5年2ヶ月なんですよね。まあそんなね、何ヶ月間の差はね、大したことないけどね、はい、だから逆にお互いに意識をする部分があるんですかね。まあ、ほぼ同期と言っていいでしょう。で2001年にこの力尾武史は森島とタッグを組んでワイルド2、はい、で棚橋は鈴木健三と組んで、はい、棚健と呼ばれて、あ、そんなのもありましたね。それでお互いに注目されていた、そういう存在のシングルマッチの対決。棚橋はずいぶん絞ったよね、はい、あ、そうですか、うん、かなり絞ったと思う今回。体格は 181.5cm、 丸め込んだ、カバーした、カウントが入る、カウント2、体当たりは力尾、体格は 181.5cm、 103kg の棚橋宏に対して力尾武史が 191cm、 125kg、 その体育にはこのチャンピオンの力尾武史の方が分があります。棚橋はあんだけ絞ってね、どんだけスピードアップできるかだよね。あ、なるほど。そんなにねスピードアップできないと思うんだよね。あ、そうですか。下手したら100キロ切ってんじゃん今棚橋は。頭キック、おっと鉄柵の外まで落ちていきました。まあそうするとその力尾のパワーに打ち負けてしまうという部分も、まあまともに受けたらね、受け続けたらそうなってしまう危険性があるよね。なるほど。それをうまく寸前のところでかわして受け身を取れば、はい、まあ、棚橋がねどんどん力尾の攻め疲れっていうのを狙うっていうこともあるけど。なるほどね。力尾に聞きますと、棚橋の気をつけるべきところっていうのはやはりスピード、そしてテクニック、そしてもう一つひらめきだそうです。あ、瞬時のひらめきがすごいと、実はこの棚橋と力尾というのは過去に2回戦っていまして、共にタッグマッチなんですが、一度は去年新日本プロレスで名古屋で
永田裕二の11周年記念試合というのがありまして、この永田棚橋組対秋山力雄組という戦いがありました。その時、そういうのあったんだ。はい、30分の時間切れ引き分け、そしてこの永田棚橋バックドロップ、しかし棚橋すぐさま立ち上がります。そして自らロープに振って体当たりは力雄、そしてもう一戦は GHC のタッグ選手権試合でした。おーっと強烈な張り手、バックを取った、スリーパーホールド。今みたいなのはきついよね、棚橋はね、棚橋はあんな後ろ向いてね、余裕こいてる場合じゃないんだよ、はい、ああいうのは。なるほど。おーっと、そしてドラゴンスリーパー、棚橋が敬愛する藤上辰巳のドラゴンサップ。そのまま持ち上げた通りに力はね、はい、そのまま持ち上げちゃったらさ、あ、もっと締まってくるわけですか。もう力は力あるんだからさ、ああいう座ったままよりは絶対持ち上げてさ、立たしちゃった方がいいと思うよ。なるほど。まあ角界出身の力雄武志、かいな力には自信がありますからね。ひらめきったけどさ、力の方がひらめいたんじゃない、はい、今。ああ、なるほど。まあこのおーっとラリアット、棚橋が恐れていたのは力雄武志のパワーであると、うん、そういうことを言っていました。パワー以外のひらめきも力雄が出したらさ、はい、ちょっと棚橋はどうなんだろうね。なるほど。さあ今度はニュートラルコーナートップに登っていきます。さあ125キロの巨体を使って体をぶつけていった、ダイビングのボディアタック。6万2000人の観衆、東京ドームがどよめきます。スーパースローでご覧いただきます。わーっと、すごいね、顔に乗っかったからさ、はい、後頭部をマットに打つからきついよね。なるほど。そしてさらにブレンバスター、これでも打ちつけていきます。体を預けていきました。カバーは貫達。力雄に聞きますと、その GHC のヘビー級のベルトを持つというのはやはりかつては憧れであった、でも今は自らをさらに大きくしていってくれる存在なんだ、そういうことを語っていました。高山さんはその言葉を聞いてどういうふうに思いますか。まあそれはニュートラルコーナーにぶつけてきました。それは体の解釈だよね。だからベルトが自分を大きくしてくれるんじゃなくて、はい、自分がベルトを大きくするってぐらいに言ってほしかったね、俺は。なるほど、うん、まあ力雄の前が偉大すぎるチャンピオンですからね。大したことないよ、あんなの。そうですか、うん、まあ普通だよ、普通。普通、まあ、ならば力雄はさらに超えていかなければいけないわけですね、うん、それを倒したんだからね、はい、その自信は持って当然なわけですよね、うん、持たなきゃいけないんで自信を、はい、みんな負けたんだから、あいつに。なるほど。俺も含めて、だからこそ絶対王者と呼ばれてたわけですもんね。さあ今度はニュートラルコーナーでの攻防となります。さあ並る式に何を打っていくのか、ここから抱え込み式にバックドロップを放つのか、ハイカークラッシュといくのか、エルボーで切り離そうという棚橋博、一度体を元に戻してもう一度仕掛けに行きます。さあ流れ式に抱え込んで、そしてバックドロップを放すことができるか。いやー、ここは切り抜けます、棚橋博。いや、バックドロップじゃなくて無双を狙ったよ。流れ式に無双を狙っていくわけですか ね、うん、ね。さあこれはムーンサルトでボディアタック。さあここから棚橋博の時間が始まるか。ドロップキック、高い打点、そして場外へ付け、放送席の前。さあ今度は棚橋博がドラゴンサップか。力雄が立ち上がるのを待って、ドラゴンロケット。力雄の頭上を越えていくような形でドラゴンロケット。さあこの瞬間です。ちょっと膝のあたりが当たってますね。でもちょっとすっぽ抜けたね。もう一度行きます。もう一度行く。ドラゴンロケット。しかし今やばい、足引っ掛けたね。そうですね。ロープにちょっと引っかかってしまいました。棚橋さん、これね、変に焦んない方がいいよね。はい。同じ技を意地になって何回もやろうとしないで、違う展開を考えた方がまたやるんだ。なるほど。三度目の正直。危ないね今の。自らの体も放送席、そして本部席の机の上に預けるような形でドラゴンロケットを放ちました。傑作の肩に刺さったよ。
なるほどね。いやでもそれはやはりあのチャンピオンの力尾武史が最初にあのドラゴン殺法であるドラゴンスリーパーを放ったというところからこの3連発になっていくわけなんですかね。どうなんだろうね。思うようにうまく当たらなかったのがやっぱその焦りを生んじゃったんだと思う。あそうですか。さあ両者がリングの外、リングアウトのカウントが数えられます。カウントは11まで行きました。先に立ち上がったのは田中宏。ゆっくりとその体を起こして力をまずはリングに戻します。東京ドームはさ、はい、鉄柵が低いからさ、そうですね、この技はあんまり有効的じゃないんだよね。なるほど。そういうことをちょっと考えれば分かるようになるんだね。ミサイルキックを放ちました。自分がねダメージを負っちゃうんだよ、はい、ああそうですか。自殺するような技をね、あんま選ばない方がいいんだよ、ね。そもそもトペスイシーダ、うん、まあ、自らを殺すという意味がありますが、ジャーマンスープレックスを放ちました。今もう、はい、腰が悪い、腰か背中が悪いから、低いよすごく。あいつもは綺麗なブリッジするけど、はい、だいぶ背中にダメージがあるね。なるほどね。3連発、それでも意地で放った3連発。カウントが入る。まだカウントは2です。この東京ドームでの GHC の戦いはこれが4度目。これまで3度、秋山永田、小橋長野、そして小橋秋山、そしてこれが4度目で力尾棚橋の戦いが行われているわけなんですが、これまではいずれも王者が防衛を果たしています。果たしてこの力尾がその前例通り防衛を果たすことができるのか。そしてあーと本家本元ドラゴンスリーパー、先ほどのお返しとばかりにこのドラゴンスリーパーを放ちます棚橋宏。さあ解いて、そして腕を捉えながら、そして今度もドラゴンスリーパーに入りました。これもドラゴンスリーパー、大量式のドラゴンスリーパーという形ですよね。ノアと新日本でこの GHC ヘビーの戦いをしたのもこれが4度目。秋山永田、そして小橋翔野、そして小橋永田、そのいずれもノアの小橋秋山が勝ってるんですよね。ですからそれだけに新日本の代表としてもう負けることは許されない棚橋宏、その使命を背負ってこの棚橋宏は今日の 7.1 アーチ東京ドームのこのノアのリングに上がっています。さあ力尾の動きを止めています。さあおっと張り手からエルボー、そしてエンズイ、これはカバーした。さあくるっと1回転カバーした。どうだ、カウンター2、こういうところは早いですよね。さあどうだ、捉えた、力尾か棚橋か、投げ勝つのはどちらだ。力尾が打つか、強引に持ち上げた。おあっとこれはどうするんだ。おっと切り抜けました。棚橋張り手、そして右手で連発でいきます。チャンピオンの力尾武史がふらついている、そこに向かって、おっとスリングブレード、巻きつくようにして倒しました。坂場カウンター2、ここで巻きつくようにして、そしてスリングブレードを放しました。この棚橋宏。さあ力尾がふらついている、そこにラリアット。棚橋はやっぱスピードで勝負だったらもっと畳みかけなきゃダメだよね。あのチャンスを迎えた場面でですか。そう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 、まあ、あの力尾には力がありますから、この一発で体勢形勢が逆転してしまうわけですよね。返されちゃうからね、そういう隙を与えないことが大事だと思うんだけど。なるほどね。さあ気合を入れました力尾武史。さあ2度目の防衛を果たすことができるのか。勝負タイムは15分を経過してきました。張り手の応酬、張り手は力尾に分があります。左手、そして右手、棚橋がふらついている、新日本プロレスがふらついている。張り手、そして膝から崩れ落ちた。力の相手はきついからね、
まあこの力王のその力には定評がありますが、さあ抱え上げて耐久時間の長いパワーボム、リング中央カバーに入った、どうだ、崩しました。さあその頭を持ち上げて、さあ両手を広げた、とどめに行く、無双に行く、体勢入った、うん、しかし丸め込んだ、丸め込んだ、カバーに入った、うまく丸め込んで、カウント、棚橋広瀬は言いました、さあ体当たり、ぶち込まし、これ棚橋がさ3つとか確認したじゃん、はい、あんなことやっちゃダメなんだよ、なるほど、やらないでどん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 丸め込んでやっていかなきゃいけなかったんだよね、もうどんどん圧倒していかなければいけないわけですね。さあアリデオ行く、さあ尻餅をつくような形で崩れました棚橋宏、その棚橋宏の頭を掴んで、そしてさらに攻撃を仕掛けていこうというのは力尾武志、ようやく立ち上がります棚橋、アリデオショートレンジラリアット、カバーに入った、どうだ、おっと崩れた、カウントアウト。さあもう一度とどめにかかります力尾武志、あの絶対王者小橋健太を破ったこの力尾武志、絶対的な力を見せつける、無双から片指固めカバーに入った、カウントアウト。団体の威信をかけて戦ったこの一戦、ノアの GHC のチャンピオンが勝ちました。2度目の防衛成功、前例を守りました、伝統を守りました力尾武志、東京ドームで4度目の GHC ヘビー級選手権試合、今日もまた王者が防衛しました。そしてノアと新日本のこの GHC ヘビー級選手権試合、今日もノアが勝ちました。ノアを守った GHC グローバルオナードクラウンを守りました力尾武志、第7代のチャンピオン力尾武志が2度目の防衛に成功しています。勝負タイムは17分11秒、無双からの片指固めで2度目の防衛を果たしました。高山さん、はい、この一戦をどのように見ましたか。やっぱね、高橋はね、はい、さっきも言ったけど、あのトペスエシーダーをね、はい、あれちょっと誤算だったね、あとはあそこで3連発、うん、あとはやっぱ丸め込みで、はい、何回も何回も、力に隙を与えずにやることが大事だったけど、はい、その都度キックアウトされたたびに、さあ最後のフィニッシングホールド、無双小橋から GSC を取った時も、斉藤との防衛戦の時も、そして今日の試合でも無双で3カウントを取りました。いやそれにしてもこの力王、この防衛戦を重ねるごとにまた一段と強くなってきた、そんな感じがするんですが、なってほしいよね、まだ今日はまだ相手のミスだね、はい、なるほど、うん、そこに救われている部分もあると、これからさらにこの力尾武志には絶対的な王者になる、その運命が待っています。